ドストエフスキー作「罪と罰」第1部17月初めの国書の頃のある日の夕暮れ近く一人の青年が小部屋を借りている S 横丁のある建物の門をふらりと出て 思い迷うらしくノロノロと京橋の方へ歩き出した彼は運よく階段のところで女将に会わずに済んだ彼の小部屋は高い5階建ての建物の屋根裏にあって部屋というよりは何度に近かったまかないと女中付きでこの小部屋を彼に貸していた女将の部屋は 一下にあって彼の小部屋と離れていたが外へ出ようと思えば大抵は階段に向かい開け放しになっているお上の台所の前をどうしても通らなければならなかったそして青年はその台所の前を通るたびになんとなく重苦しい気後れを感じて そんな自分の気持ちが恥ずかしくなり顔をしかめるのだった仮がたまっていて女将に会うのが怖かったのであるしかし彼はそんなに臆病でいじけていたわけではなくむしろその反対といっていいほどだったところがある時から彼は ヒポコンデリーに似た苛々しい不安な気持ちに悩まされるようになった。彼はすっかり自分の殻に閉じこもり、世間から隠れてしまったので、女将だけでなく誰と会うのも恐れた。彼は貧乏に押しひしがれていた。しかしこの頃は、このギリギリの貧乏さえも苦にならなくなった。 毎日の自分の仕事もすっかりやめてしまったししようという気もなかった。実を言えばどんな悪巧くみをされようとお上なんか少しも怖くはなかったのである。と言って階段で捕まって自分には何の関係もないくだらないこまこました世間話を聞かされたり脅かしや泣き落としで しつこく払いを督促されては、のらりくらり、逃げを打ち、謝ったりごまかしたりするのはやりきれない。それよりは、むしろ猫のようにそっと階段をすり抜けて、誰にも見とがめられずに逃げ出す方がましである。しかし今日は、通りへ出てしまってから、お上に愛はしないかと、 自分でも呆れるほどビクビクしていたことに気がついた。これほどの大事を企てながら、なんとつまらんことにビクビクしているのだ。彼は奇妙な笑いを浮かべながら考えた。ふむ、そうだ。すべては人間の手の中にあるのだ。それをみすみす逃してしまうのは。 一重に臆病のせいなのだ。これはもうわかりきったことだ。ところで人間が最も恐れているのは何だろう。彼らが最も恐れているのは新しい一歩、新しい自分の言葉だ。だから俺は喋るだけで何もしないのだ。いやもしかしたら、 何もしないから喋ってばかりいるのかもしれぬ。俺が喋ることを覚えたのはこのひとだ。何日も部屋の片隅に寝転がって、大昔のことを考えながら、ところで俺は今何のために行くのだ果たして俺にあれができるだろうかいったいあれは重大なことだろうか 全然重大なこと,ではないとすると幻想にとらわれて一人でいい気になっているわけだ遊びだそうだどうやらこれは遊びらしいぞ通りは恐ろしい暑さだったおまけに雑踏で人いきれがひどく どこを見ても石灰材木レンガ土ぼこりそして別荘を借りる力のないペテルブルグ人なら誰でも嫌というほど知らされているあの言うに言われぬ夏の悪臭こういったものが一度にどっと青年を押し包んでそうでなくても乱れた神経をいよいよ不快なものにした 市内のこの辺りには特に多い居酒屋から流れ出る花持ちならぬ周期とまだ明るいというのに絶えず行き当たる飲んだくれが周りの風景のムカムカするような陰鬱な色彩をいよいよやりきれないものにしていた深い嫌悪感が千年の端正な顔にちらと浮かんだ ついでながら彼は黒い目がきれいにすみ栗色の髪をした驚くほどの美青年で背丈はやや高く痩せ気味で金星が取れていただがすぐに彼は深い瞑想に沈んだように見えたいやそれよりも忘却にとらわれたという方が当たっていよう そして、もう周りを見ないで、しかも見ようともしないで歩き出した時折この頃の癖でぶつぶつ独り言を言ったがその癖も今初めて気がついたのだった今になって彼は自分の考えが時々混乱することと 体がひどく衰弱していることを自分でも認めた。昨日からほとんど何も食べていなかった。彼はひどい服装をしていた。他のものなら、いい加減汚いものを着慣れている人間でも、こんなボロをまとっては恥ずかしくて、おそらく昼の町へは出られまい。 しかしこの辺りは身なりで人を驚かすことは難しかった。船内や広場に近いしいかがわしい遊び場が多く特にここらはペテルブルグのど真ん中にあたり町筋や路地裏は工具や職人などの吹きたまりになっていて奇妙な服装が街の風景を彩ることは珍しくなかった。 だかかからら変な風さえにあったからといっったとて、びっくりする方がおかしいようなものだ。しかも青年の心には毒々しい侮別の気持ちがいっぱいに詰まっていたから大体が気にする方で時には少年のように恥ずかしがるのに今はボロをまとって通りを歩いていることが少しも気にならなかった。 しかし知人とか常々会いたくないと思っているような旧友たちに出会うとなれば話は別であるところがその時大きなダボに引かれた大きな居シャが通りかかってどういうわけでどこへ運ばれてゆくのかその上に乗っかっていた一人の酔っ払いが通り品に出し抜けに彼の方を指さしながら おいこらドイツのシャッポとありたけの声で怒鳴った時青年は思わず立ち止まって慌てて帽子へ手をやったそれは山の高い丸いツインメルマン製の帽子だがもうすっかりくたびれてにんじん色に変色し虫食い穴としみだらけで唾も取れ その上角がぶざまにつぶれて横っちょの方へ飛び出していただが彼をらえたのは周知ではなく驚愕にさえ似た全然別な感情だっただから言わんこっちゃない彼はうろたえながらつぶやいたこんなことだろうと思っていたんだ ここれが一番忌まわしいことだよくこういう,うかつな何でもない小さなことから計画がすっかり崩れてしまうものだそれにしてもこの帽子は目立ちすぎたおかしいから目立つんだこのぼろ服には絶対に学ぼうでなきゃいけなかったんだせんべいみたいにつぶれていたってかまやしない ヘマをやったものだ。こんな帽子は誰もかぶってやしない。一キロ先からでも目について覚えられてしまう。まずいことに後で思い出されるとそれが証拠になる。とにかくできるだけ目につかないようにすることだ。小さなこと、小さなことが大切なのだ。 その小さなことがいつも全てをダめにしてしまうのだそこまではいくらもなかった彼の家の門から何歩あるかまで彼は知っていたちょうど730歩だもうすっかり空想にとらわれていた頃一度それを測ったことがあった その頃はまだ自分でもその空想を信じていなかったそして何ということなくその空想の醜いがしかし心を引きつける大胆さにイライラさせられていたのだったそれから1ヶ月過ぎた今では彼はそれをもう別な目で見るようになった そして自分の無力と優柔不断に絶えず自重の言葉を浴びせてはいたがいつの間にか自分ではそんなつもりもなくその忌まわしい空想を規定の計画と考えることに慣れてしまったとはいえまだ自分にそれができるとは信じていなかった彼は今でさえ 自分の計画のリハーサルをするために歩いているのだそして一歩ごとに興奮がいよいよ激しくなってきた彼は心臓がこごりそうな思いで過度の緊張でガクガク震えながら運河と裏通りに前後を接している 恐ろしく大きな建物へ近づいていったこの建物は全体が小さな鹿島に分かれていて仕立て屋や城前屋などのあらゆる種類の職人料理女さまざまな職業のドイツ人売春婦子役人といったような人々が住んでいただから出入りが激しく2つの門と 二つの中庭にはほとんど人の行き来が絶えたことがなかった庭番も三四人働いていたその一人にも出会わなかったので青年はほっとして目立たないように急いで門から右手の階段へ滑り込んだ階段は暗くて狭い裏口階段だったが彼はもうすっかり調べ尽くして 空で覚えていた条件はことごとく彼の気に入った。こう暗くては物好きな目でも心配はなかった。今からこんなにビクビクしていたらいよいよ実際にことに直面するようなことになったらいったいどうなるだろう。四階への階段を上りながら。 彼は思わずこんなことを考えたここまで来ると女隊兵の運送妊婦たちが行く手を塞いだある部屋から家具を運び出していたのである彼はもうかねがねこの部屋にはドイツ人看守の一家が住んでいたことを知っていた母あのドイツ人は 今引っ越していくところだなとすると4階にはこの階段もこの踊り場もしばらくはばあさんの部屋だけになるわけだありがたい万一の場合には彼はまたこんなことを考えて老婆の部屋の呼び鈴を押した呼び鈴は銅ではなくブリキでできているみたいで 弱々しく割れた音を立てたこのような建物の中にこのような小さな部屋にはほとんどと言っていいくらいこんな呼び鈴がついていた彼はもうこの呼び鈴の音を忘れていたそして今この異様な音が不意に彼にあることを思い出させ それをはっきりと見せてくれたような気がした彼はギクッとしたこの頃は神経が極度に弱っていたのであるしばらくするとドアがわずかに開いて細い隙間ができたそしてその隙間から 老婆がいかにも疑り深そうに客をじろじろ見回した。闇に光る老婆の目だけが見えた。しかし踊り場にたくさんの人がいるのを見ると老婆は安心してドアをいっぱいに開けた。青年は敷居をまたいで暗い控え室へ入った。そこは板壁で仕切られて影は小さな台所になっていた。 老婆は黙って千年の前に突っ立ったままうろんくさそうに相手を見つめたそれは六十前後の干からびた小さな老婆で意地悪そうな険しい小さな目を持ち小さな鼻が鋭く尖って頭には何もかぶっていなかった白いものがあまり混じっていない灰色の髪には 油が濃すぎるほどに塗られていた鳥の足のようなひょろ長い首にはフランネルのポロのようなものが巻きつけられこの暑いのに肩にはもうすっかり擦り切れて黄色っぽく変色した毛皮の道着がかけられていた老婆は絶えず先をしたり喉を鳴らしたりした。 きっと老婆を見る青年の目に普通でないものがあったのだろう。老婆の目にも不意にまた先ほどの警戒の色が浮かんだ。ラスコーリニコフ一月ほど前に一度伺ったことのある学生です。青年はもっと優しくしなければならないことに気がついて、 軽く頭を下げながら慌ててつぶやくように言った「覚えてますよ学生さんあなたが来たことはよく覚えてますよ」疑わしそうな目を青年の顔から離さずに老婆ははっきりと言った「それはどうもところでまた例の用事で」 とラスコーリニコフは老婆の疑り深さに驚きながらいささかうろたえ気味に続けたひょっとしたらこのばあさんはいつもこうであの時は気づかなかったのかもしれんと考えて彼は不愉快な気持ちになった老婆は思案しているらしくしばらく黙っていたが やがて脇へ身を引いて奥の部屋のドアを指さし客を通しながら言ったお入りなさい学生さん青年が通されたのは小さな部屋だった黄色い壁紙が貼ってありゼラニウムの鉢植えがいくつか置いてあって窓にモスリンのカーテンが下がっていたが ちょうどその時入り火をもともに受けて明るく染まったあの時もきっとこんなふうに日が差し込むに違いない出し抜けにこんな考えがラスコーリニフの頭に浮かんだそして彼はできるだけよく見て室内の配置を頭の中に入れておくために 室内のすべてのものに急いで視線を走らせたしかし室内にはめぼしいものは何もなかった家具類はひどく古いマホガニー製のものばかりで反り返った恐ろしく高い木の背がついているソファーとその前に置いてある長円形のテーブルと 窓のそばの壁際の小さな鏡のついた化粧台とやはり壁際に椅子が数脚それに小鳥を手のひらに乗せたドイツ娘が描いてある黄色い額縁に入った安物の絵が二、三枚これで全部だった片隅には小さな製造の前に明かりが灯っていた すべてが非常に清潔だった家具も床も艶吹きをかけられてピカピカ光っていたリザベーダの仕事だなと青年は考えた部屋の中には塵一つ見当たらなかった強欲なゴケババアのところに限ってよくこんなふうにきれいになっているものだ ラスコーリニコフは腹の中でこんなことを考え続けながら小さな次の間に通じるドアの前に下げられたサラサのカーテンを探るように横目で見たそこは老婆の寝台とタンスが置いてある部屋で彼はまだ一度も覗いてみたことがなかった住居はこの二つの部屋からできていた御用は 老婆は部屋へ入るとまたさっきのように青年の目の前に立ちはだかって相手の顔をまともに見据えながらとげトげゲトゲしく言った「七草を持ってきたんですがこれです」そう言って彼はポケットから古い平べったい銀時計を取り出した蓋の裏に地球儀が描いてあった 鎖はスチールだった「でも前の口はもう期限ですよ。もう一月を3日過ぎましたからね。もう一月分の利息を入れますからこらえてくださいよ。さあこらえてあげるか今すぐ流してしまうかそれは私の勝手ですよ。 この時計でどのくらい貸してもらえるかねあるような岩のおぶなよくもまあくだらないものばかり持ってきますね学生さん値段のつけようがありませんよこの前は指輪で2枚貸してあげたけどあんなものは宝石店へ行けば新しいのが1枚半で買えるんだよ4ルーブリほど貸してくださいよ流しません 親父のですからもうじき金が入ります一ルーブリ半で利息天引きだね嫌なら結構だよ一ルーブリ半青年は思わず大きな声を出したどちらでもお好きに老婆はそう言って 彼の方へ時計を差し出した。青年はそれをひったくると、カッとなって飛び出そうとしたが、すぐに思い直した。ここを出ても行くあてがないこととここへ来たのにはもう一つ別な目的があったことを思い出したのである。まあいいや。と彼は突っかかるように言った。 同婆は隠し絵手を突っ込んで鍵を探りカーテンの影の次の間の方へ行った青年は部屋の真ん中に一人だけになると体中を耳にして計画を練り始めた同婆がタンスを開ける音が聞こえたおそらく上の5引き出しに違いないと青年は考えた 鍵は右のポケットに入れていることが分かった。全部ひとまとめにして、鉄の輪に通してある。一つだけ、他の三倍も大きい。ギザギザの刻みのついた鍵があったが、あんなものはもちろん、タンスの鍵じゃない。とすると、他にまだ、手箱か、長持ちがあるに違いない。 こいいつは面白いぞ長持ちの限って大抵あんなやつだ。しかし俺は何ということをああ嫌だ。老婆が戻ってきた。